ただいまより夜のツタンカーメン開演と存じます。なお、この番組をお聞きになられる際の諸注意を申し上げます。ひとーつアホーになってください。ふたーつ大の爆笑をしてください。アホーと素直と行動力があら嫌だ、世界を救うと存じます。夜のツタンカーメン開演に存じます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週もやってまいりました夜のツタンカーメン、75億光年に一人の逸材桜庭つゆきと飯島悦子です。どうぞよろしくお願いします。いやー、悦子さん今週もやってまいりましたね。やってまいりました。だい、私さっきすっごい嬉しいことがあって。はい。いいですか？はい。今日、お蝶夫人にお会いしたんですよ。ああ、もう、すごいですね。なかなか会える方じゃないですからね。でしょ？はい。で、来られていて、はい。皆様にほら、スイーツをね。スイーツをね、頂戴して、はい、そうそう。で、私帰るときにですね、お蝶夫人から、はい、はい。大ファンなんですって言われたんですよ。はい。いや、もう。どう？悦子さんのことが好きなんですよ。やった嬉しい、もう嬉しい。向こう37億年元気で生きてきます、はい、ありがとうございます。もうあの方は振る舞うというのが趣味な方ですから。素敵ですね。まあ今日もね、こうやってオーディエンスの方がたくさんいらっしゃいますけれども、もう皆さんで食べてくださいと言ってね、もう僕ら平民は甘いものなんか食べたことないですから。ないですね。ねえ、だからこうやってね、はい、ありがたいですね。まあ、ありがたい話ですよね。もう最近ですね、本当にゲストの回が、もう毎回毎回多くてですね。ね、もう豪華ゲストで。ね、豪華ゲストがすごいですよね。だからこうやってなんかピンで喋るのがですね、本当に久しぶりというか、もう記憶にないぐらいで。今日は思い切ってください、関さん。もう実はピンでやったことが今までなかったんじゃないかぐらいにですね、はい、こうやって喋るのが久しぶりでですね、まあ本当に喋りたいことは山のごとくあるわけですよ。代表としてはどちらがやりやすいんですか？いや、もうどちらでもいいんですけども、はい、でもやっぱりこうゲストの方がいらっしゃる。まあ、もちろん僕が呼ぶわけですから、もうその方に、やっぱこう、最高な気分で帰っていただかないといけませんので、やっぱそこの辺はね、細心の注意を払って、はい、僕は言葉が足りなかったり、ボディーランゲージがね、ちょっと間違っていたりとか、もうなかなかこう、学の低さが出てしまうことが多々ありますんでね、いやいや、まあその辺を気をつけながらやってきますけれども、うん、まあ本当にやっぱ最近ね、本当に偉人たちと出会う確率っていうのがものすごく多いんですよ。これ増えてきたってことですね、大王の人生において。いや、まあ、まあ、前からすごくあったんですけど、でも最近特に多いんですよ。この人やばくないですかっていうような人たちが続出してきて、で、やっぱりね、そういう人ってね、なかなかね、表に出たくない人っていうのは結構いるわけですよ。そうですね。だからね、この表に出たくない人でどうしても引っ張り出してきたい人がいるわけですよ。はい。だからこの人の裏工作が大変なんですよ。裏工作。それ、桜庭先生のあれ、交渉術ですよね。そうですね。でね、僕の師匠の中で、どうしても引っ張り出したい人があと二人いるんですよ。あら、まだいらっしゃるんですね。まだいるんですよ、僕の師匠が。だけど、この二人はもう死んでも出ないって言ってるんですよ。あら、じゃあ二人でちょっとネゴシエーションしに行きませんか。本当ですよ。もう僕ね、どうしても出てほしいんですよね。何系統に、飛んだ方なんですか？霊能者です。ああ、そうですか。はい、もうどうしてもね、まあ一人は天使。天使、お会いしたい。一人は天使、一人は吉本芸人です。楽しいんですね。楽しいですね。そして霊能者なんですか？霊能者です。はあ。もうとんでもないですね。もし、あの方が、吉本に入り、テレビに出たら、まあ吉本じゃなくてもテレビに出たら、もうあの人絶対引っ張りだこ。ああ。もうこんな面白い人世の中にいるのかというぐらい面白いんですね。でも出たくない。絶対出たくない。なんでなんですかね、自分の能力が、下がるって思ってらっしゃるの？いや、世に出たくないんです。ああ、そうですか。だってほら、本物の方たちってね、結構こう、出たくないっていう人。おっしゃいますね。僕の師匠たちはみんな出たくないんですよ。みんな出たくないのを無理くり、はい、無理くり僕がその条件を飲んで、だからもう、バーターですよ、もう。
よくわかんないもう交換条件で、交換条件これをやるから出てくださいみたいな。それでみんな皆さん渋々もういやいや出ていただくということですよね。だって皆さんお忙しいですから、その時間を縫って、ね、しかも時間指定して、うん、でここの場所まで来ていただくというのは、うん、もう本当おこがましいことこの上ないわけですよ。でもそんな中でもね、本当最近ね出会う人たち本当に変わった人が多くて、はい、もうこの人絶対タイツさん画面出てほしいって思う人がね、ほんといるわけですよ。でもね、またそういう人がね、嫌、うん、だって言うわけですよ。やだってね。まあでもね、連れてくるのが大王のまたこれ、そうそうそう、ミッションなんでしょうね。世に広めるのね。そうそう、僕の仕事なんでね、うん。まあどうしてもやりたいなと思いますけれども、はい、まあそんな中でもね、本当にもうやっぱり、よく言われます。坂野さん、どうしてそんな人と出会えるんですか、そう、とか。私もね、聞かれるんですよ。そうなの。悦子さんが聞かれるの。そうなの。悦子さん、大王と最近よく、ほら、公演とかにね、はい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 、一緒なんだけど、あの方ってなんで次から次に、うん、そう、そんな方と出会うのか教えてって言われて、そう。だっておかしいよね。僕ね、本当にそのゲストの方のことをね、根掘り葉掘り聞かれますよ。だってほら、ゲストの人って何もかもシークレットじゃないですか。そう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 、オープンな人って結構少ない中で、ね、うんうん、こう何もかもシークレットの人がすごく多くて、はい、特にスパイの方なんてもう何もかもシークレットなわけですよ。ですよ。でもお話ししてくださってましたよね。だってもう分かる情報が女性これだけですよ。スパイの情報女性以上みたいな。うんうんうん、だから皆さんが驚いていたのは、うん、男だと思ってたら女性だったってことに一番皆さんびっくりされてるんですよね。で、もうたくさんいろんなお話をしてもらったけども、はい、あれは本当にさ、もう氷山の一角どころか、もう氷山の 0.0001 ミクロンぐらいの話でね、うん、はい。で、ラジオでできるソフトな話があれなんですよ。でも実際、話はね、本当にまあラジオでは絶対話せないような話がね、はい、本当にあるわけですよ。だってそのネタっていうのが、毎年増えていくわけですよ。だって、毎年毎年自分の誕生日になると、うん、その守秘義務解除のメールが来るわけですから。メール見てみたいですよ。見てみたいです、ね、だけど誰も見れないって言うんだから、すごいシステムですよ。ね、でね、僕はね、どうしても方のね、講演会をやりたいんですよ。企んでますね。どうしてもやりたいんですよ。もうどうしても。やってやってって今オーディエンスが。なんでかっていうとね、うん、僕は皆さんに何を聞いてほしいかというと、はい、方の旦那様の話なんですよ。うん、もうこれは、涙なくしては聞けない、すっごいお話なんですよ。もう絶対に聞いてほしいんで、僕絶対引っ張り出しますんでね。なんかすごい妄想が広がりますけども、それは愛、深い愛のお話なんですか？もうね、これこそ、うん、これが真実の愛ですよ。うわぁ。もう涙なくしてはもう聞けないぐらい素晴らしいお話ですね。もう全米が、全国が、世界が震撼するっていう話ですね。そう、しかも信じられない、うん。世の中にそんなことってあるんですか？みたいな。そうですか。だからもう映画、本当にね、映画ですよ。本当に映画。例えて言うならば、アルマゲドンみたいな話です。すごい話ですよ。本当にあるんですね。本当にある。そして、その方の旦那様のおかげで、世の中に携帯電話ってものが普及したんですよね。だってね、これ携帯電話っていうこの電波っていうのは、うん、はい、人間には考えつけないんですよ。はあ。じゃあなんで考えつくのか、うん、宇宙人に聞くしかないんですよ。その旦那様が、はい、伝授されたんですか。ちょっとこれはね、もうちょっとこれはちょっともう、うん、っていうかもうここまで喋っていいのかよみたいな、なんか今プレッシャーを感じてきたので、ちょっとこの辺でやめときますけども、だからそういうことをこういろいろたくさん聞かれるわけですよ、いろんな方たちの情報をね。はいはい、うんうん、だから本当に、まあ、方たち世に出てほしいし、講演会してほしいし、本も出してほしいと思うけども、やっぱりそんなしないからね。でも、方は僕どうしても、その旦那様の話っていうのは、やっぱり皆さんに聞いてほしいと思うので、まあ、多分やるとしてもね、一回くらいしかやらないと思いますけれども、まあ、シークレットというかね、まあ、あんま公にできないかもしれないけども、やっぱ僕はどうしてもね、話は、いろんな方たちに知ってほしいなと思うのでね。もう今日決めてください。いや、でもね、なかなか、アポ取るのも大変なんですよ。そうなんですね。もう。大王がまあ、一回メールをして、返信っていうのは、まあ、直接のメールアドレスなんか知らないですか？じゃあ電話ですか？いや、電話番号も分かんないですから。どうやって連絡？何もかも分からないんです。何も分からない。何も分からない。でも来ていただけたじゃないですか。そうねんです。はあ。
来ましたね。それですか。とうとう。そうなんですよ。6番目の意識が働いて。そうなんですよ。そうなんですね。はい。まあ本当にね、これからもいろんな偉人たちをね、発掘して、もうぜひこのツタンカーメンに出ていただいてね。行きたいなというふうに思ってますよね。はい、ワクワクしますね。それが僕のミッションですからね。はい、で、僕はね、本当に喋りたいことがたくさんあって、はい、もう何から喋っていいか分かんないぐらい。ね、ずっとゲストさんだったから何を話しましょうね、だよ。もう本当に何喋ろうかなと思ったんですけども、はい、まあ最近の一番面白かった話としてね、僕、でもね、これ、本丸ラジオでも喋っちゃったんですけども、はい、まあ皆さん本丸ラジオ聞かないから、まあここで喋りますけど、ね。聞いてください。ひどい。ひどすぎる。ひどすぎる。全国に今できてますから、本丸ラジオのエツコセレクション聞いてください。エツコセレクション、ね。大王のね、はい、いろんな開運の話が聞きます。はい、まあそこでね、はい、すっごい、この話めちゃくちゃ面白いんですよ。はい、僕ね、2週間前にインドに行ってきたんですよ。ね。2週間前にインドに行ってきて、うん、ほんでね、まあ、マンゴーに当たったという、ね、そうそうそう、オチがあるわけですよ。ね、はい。これね、僕ね、本当にね、久々に、うん、僕、この経験したのは多分僕20年ぶりぐらいですね。ね。食当たりっていうのは20年ぶりぐらい。でも学習しないでまたマンゴーに当たっちゃった。そう、多分ツタンカーメンでも喋ってるけども、ね、インドに行った時にマンゴーを、本当ね、マンゴーって1個しか食べちゃいけないんですよ。ああ。一度に食べていいのは1個。だからインド人も2個とか食べないんですよ。もう1個以上は食べないんですけども、うん、だからその11年前も僕インドに行った時に甘いのおいしさでもう3個ぐらい食べちゃって、もうそのもう20分後にはもうゲゲ吐いてるという ね、とんでもない状況が陥ったわけですよ。なんかうなぎは2尾食べないとかね。そうです。そんな感じですよね。だからその、ね、うん、その11年前の学習を1ミクロもしてなかったということですよ。でも忘れるくらいに美味しいってことなんですよ。そうですよ。僕の人生で、僕かなりな、もう食通ですから、はい、僕もあれですよ、貝原雄山の美食クラブの会員ですからね。うん、入ってるんですね。入ってますから、もうそれぐらい、僕は美食家ですけれども、うんうんうん、そんな中でも、あれですよ、僕は本当に食にうるさい僕が、はい、今まで人生の食べた中で、一番美味しいのが、マンゴーなわけですよ。うんうん、で、そのインドのある地域のマンゴーだとおっしゃってね。そうそう、インドのね、マンゴーっていうのはたくさんあるんですけれども、うん、そのプネっていうところで、はい、取られたマンゴーが、一番美味しいんですよ。うん、もうこのマンゴーが最強なんですよ。なんか私ね、この間からその話ばっかり聞かされててね、でもね、はい、なんかもう、ふーんってもう想像するしかないじゃないですか。はい、でも ね、本当にこのマンゴー、はい、もうね、ちょっとね、表現できないですね。はい。もうね、とても表現できないぐらい美味しいんですけれども、うんうんうん、でもこれをね、はい、もうちょっと味が濃厚なんですよ。うん、ものすごい濃厚で、はい、本当に世の中にこんなもん絶対ないって思うぐらい美味しくて、はい、だから一口とか一個食べただけで止まらないですよ。だからそれ持って帰れないんですか？あ、だって。お土産品としてはダメなのですかね。没収ですよ、成田で。果物全部ダメですか、ね、果物ダメですね。没収ですね。うん、はい、うん。だからしょうがなく、うん、僕は10個持って帰ってきましたけど。そうですよね。はい。まあ犬に見つからなくてよかったなと思いますけれども。よかったですね。でもね、本当ね、これ食べてね、久々でしたね、この気持ち悪いというね。うん。本当にね、この気持ち悪さが尋常じゃないんですよ。はい。もうね、2日間。ずーっと気持ち悪い思いをしましたね。インドで。もう何しに行ったのか分かんないですよ。ね、おっしゃってましたね。仕事しに行ったのに一つも仕事できなくて、うんうん、本当にね、もうひどい目に遭いましたけれども。はい、デトックスね。あ、そう。ね、うん、それでね、うん、僕の、師匠のうちの、方位のスペシャリストが、もう僕は、この人の言うことしか聞かないんですけれども、大体、僕はもうその師匠から自分の言っていい方位っていうのは聞いてるわけですよ。はい、だからどっちの方向が、うん、だから僕の今年の吉方位っていうのは、スペインなわけですよ。はぁ、い、ヨーロッパに行っちゃってるんですか？はい、もうそれが僕の今年の吉方位なわけですよ。だから僕は9月になったらスペインに行くんですね。そうなんですね。はい、行くんですけれども、はい、うん、だから、インドっていうのは、もうスペインと違うわけですよ、方位が。全く違いますよね。全く違うんですよ。うん、だから、本当は行っちゃいけないんですよ。はい、でも、うん、仕事だからそんなこと言ってられないわけですよ。はい、だから僕は行くわけでしょ。うん、だから、本当だったら、もう塩を全開に持っていかなきゃいけないんですよ。はい。何にもバリアなしで行かれたんですか？いや、もうなんていうのかな、うん、もう、俺がパワースポットだし、みたいな感じの。それでね、はい、まあ何も防御もしなく行くわけですよ。うんうん、行って案の定、こう体調をおかしくするわけじゃないですか。はい、で、帰ってきた時に、うん、もうこれもう絶対自分は行っちゃいけないとこ行ったなと。うん、で、これも相当すごいものを、うん、もう実はもうあれから2週間経ちますけども、はい、僕まだ全開してないんですよ、体調が。そうなんですか？未だに見えますが。それも皆さんがいるからこうやってるだけであって、うん、はい、もう一人になったらもう、廃人です。
いやいやいや。廃人。超なんか息きしてますね。そうなんですね。もう廃人ですよ、もう。ね、本当に廃人ですね、うんうん。で、そんな状況なんですけれども、はい、だから僕は師匠にちょっと連絡して聞くわけですよ。うん、実は僕、インド行ってました、うん。体調悪くなったんですけども、これどんな意味なんでしょうか、はい、って聞くわけですよ。うんうん、そうすると、もう師匠からですね、はい、すぐ調べてくれて、はい、もうあんたそれ、ライン上よって言われるわけですよ。このライン上というのは気学の専門用語ですけども、はい、絶対に言っちゃいけないところなんですよ。そういうラインがあるんですね。そうなんですよ。そういうラインっていう。言っちゃいけないの。もう、ね、だからその言っちゃいけない方位でも、うん、まあ言ったら必ず災いが起きるよっていう方位なんですよ。選んでいかれちゃったの。そこをわざわざ自ら選んでいくっていう。あらまあ。この俺、みたいな。うんうん、で、案の定、案の定、もう死ぬ思いをするという。でも何しに行ったのか全くわからないですけども。いや、でも本当大王気をつけてくださいよ。マンゴーを食べて大王がなんかインドで死んでたって言ったらね。まあ、ありえますよね。いやいやいや。それも十分ありえるんですけども。ちょっとスペイン寄ってから行きましょう。そうですね。ね、だからね、本当その、皆さんも多分、うん、何も知らないから、こう、のべつ幕なしいろんなとこ行きますけども、うん、まあ大体行く方位が、大体こう、悪い方位っていうのは結構多かったりするわけですよ。で、なんかそういう話ですね。はい。もうよっぽどついてる人じゃないと、うん、その千倍木っぽいっていう方位に偶然行くなんてことはないんですよ。うん、だから、もう行く方位はみんな悪方位だと思って、うん、はい、でもそれを信じてしまうと引き寄せるから、別に信じなくていい。ただ、潮だけは、いつも、はい、こう持って歩いて、それも日替わりですから、はいはい、1日住んだら捨てる、うん。だからなんか、海外旅行とか行くときはもう1キロぐらい塩を持っていき、はい、うん、もうあとあれです、塩風呂も入るし、はい、もうぜひやってほしいですね。だから僕はそれをしなかったので、はい、もうまんまとやられたなというね。そうですか。なかなかヘビーな体験をさせていただいてね、本当にすごかったですよ。うんうんうん、でね、その飛行機がね、9時間ぐらいあるわけですよ。はい、で、その飛行機の中でね、はい、僕は映画を見ましたけれども、はい、今日久々にね、ちょっと映画情報をね、うん、はい、喋りたいなと思うんですけれども、はい、この映画ね、飛行機の中でね、はい、見たやつでね、めちゃくちゃ良かったのがあったんですよ、はい。もうね、これね、泣きましたね。はい。なんでしょうね。もうね。なんだろう。この映画。泣いたんですね。何の子なんですか。僕の人生で泣いた映画ってたくさんありますけども、はい、ラストのエンディングの、もう3分、はい。ラストのエンディングの3分で、うん、人間って涙がこんなに一瞬で吹き出てくるんだということを体験しましたね。もう大王のアガスティアの葉の講演会以上なんですかね。いやいや、もう、まあ、もう、まあ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 、青春、うん、なんか強いて言うとね、はい、タイトル出てこない、誰が出て青春。いや、そのタイトルは、マイフレンドフォーエバーっていう、うん、映画なんですよ。はい。そう、スタンドバイミーですよ。スタンドバイミーみたいな、うん、はい、ああいう青春の話なんですけど、うん、はい、まあ一人の男の子が、うん、まあ主役の男の子がいるんですけども、はい、その男の子の家の隣にね、うん、エイズの子供がいるんですよ。はい、その幼少期に、うん、輸血をしたらそれが元でエイズになってしまったって。うんうん、はい、で、ほら、もうこれね、20年ぐらい前の映画なんですよ。うんうん、で、当時ってほら、なんていうの、もうなんか映るみたいなイメージで。ね、ありましたね。だから、その主人公の男の子も、言われるわけですよ、うん、お母さんに。はい、もう、隣の子と遊んじゃダメよとか、話しちゃダメよとか言われるんですけども、うん、はい、でもその子はすごい優しい子で、うん、その子とね、一緒に遊ぶんですよ。そして遊んでるうちにね、はい、まだ小学校6年生ですよ、はい。小学校6年生ですけども、その子の病気を、俺が治すんだっていうふうに決めるわけですよ。うん、そうした時に、ある時新聞でね、はい、そのエイズの特効薬を見つけた博士がいるっていうニュースを新聞で見るわけですよ。うん、はい、そしたらこれを俺とお前二人でこの先生に会いに行ってその薬をもらおうっていう旅する話なんですよ。はい、もうこれ、ね、最後泣きますね。もうね、まあ、久々にあんなにこうグッときましたね。はい、もう最後ネタバレしたいけども言えないけども、ちょっとでも皆さんね、見ていただきたいからもう一回タイトルを、マイフレンドフォーエバーですね、うん、本当にすごい映画ですね、うん、もう感動しました最後、うん、もうあそこ最後見て泣かない人いるのかなと思うぐらい、うん、あ、もうそうきたかという感じでね、うん、もう最後の部分は感動しましたね、うん、まあ、ぜひ見ていただきたい一本ではありますし、うん、はい、そしてもう何本か見た中で、うん、もうこれね、すごいよくこんな映画作ったなというのが、うん、ファウンダーっていう映画でね、はい、マクドナルドの映画なんですよ。はい。マクドナルドの話。なかなかな話ですね。なかなかな話ですよ、これ、うん。もうね、すごいです。
これマクドナルドってね、これ何のためにこの映画作ったのかなっていう、見た後の後味の悪さが半端ないんですよ。だからこれ別に皆さん見なくていいんですよ。見なくていいけども。ちょっと待って、どこが作られたんですか、これ。いや、知らないです。はい。もはや何もわかんないですけども。マクは許可した、したかしてないかはまあ。いや、絶対許可してますよ。だって表紙だってマクドナルドって、もうマークも入ってるし。だからあのマクドナルドがどうやってこの巨大帝国を作り上げていったかっていう話なんですよ。あ、そうなんですね。もう全然知らなかったけど、マクドナルドの創業者っていうのは、はい、あの、兄弟で作ったんですけども、うん、この兄弟の理念っていうのが素晴らしかったんですよ。はい、もう、そのお客様に喜んでもらえる、体にいいものを提供するという、今と真逆の理念でやってるわけですよ。も、元はそうだったんですね。元々は最高に、この兄弟というのは、そのお客様のために、お客様の健康のためにってことを考えた、素晴らしい企業だったにもかかわらず、一人の営業マン、この一人の営業マンが、このマクドナルドの内情を知って、ぜひ、俺も、このマクドナルドをやらせてくれっていうことで、もう、はじめ兄弟はダメだったんですよ。店が増えていくと、その、寝室管理、はい、衛生管理、できないから絶対ダメだって、これ以上店を増やす気はないんだって言ってたんですけども、何度も何度も足しげく通ううちに、もうお前がそこまで言うんだったら、じゃあいいかと言って、その人に、そのフランチャイズ第1号店みたいなのやらすんですよ、はい。もうこれが不幸の始まりなんですよ。そこからなんか崩れていくんですね、やり方が。もうここからこの男がセブン、セブンイレブンじゃないや。ダメよ、だよ。セブンイレブンは、セブンイレブンは武藤さんっていう人が僕のね、はいはい、のお知り合いの方がやってらっしゃいますけども。はい、ね、はい、作られる。あの、このマクドナルドね、はい、あの、これがね、うん、あの、その男が、フランチャイズでやることによって、はい、もうこの男が合理化を考えていくわけですよ。いかにしたらこう利益上がっていくのか。だってフランチャイズなんてさ、ルール守っちゃい、はい、ルール守らなきゃいけないわけですよ。もう契約でがんじがらめになってるし、まあ うん、それなりにもかかわらず、うん、あのマックシェイクあるじゃないですか。はい、マックシェイク初めはね、そのレイクロック兄弟っていうそのマクドナルド始めた創業者の二人が、はい、もうこれは絶対に、うん、そのもうミルクを使わなきゃダメだと、うん。もう本当にこのミルクの、うん、もう最高のフレッシュなやつを使って美味しいものを提供するんだって言ってるんですけども、はい、このミルクを冷凍のアイスクリームを使うわけですよ。だからこれの冷凍のアイスクリームに使うそのフリーザーの電気代がバカ高いんですよ。だからこの電気代やばくないですかみたいな感じで本部に言うわけですよ。もうこれ電気代が高いからこんな冷凍なんか使わないで今の時代は粉だぜって言って粉のサンプルを持って本部に行くわけですよ。でそのレイクロフ兄弟にこれを飲んでくれと、これも最高にうまいからお客さんはこれだろうがフレッシュなやつだろうが味なんかわかんねえからこっちにしようぜって進言するわけですよ。でも絶対ダメだって言うわけですよ、もちろん、はい、うんうん。で、その、フランチャイズ1号店のやつは、どん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 ね、そのフランチャイズを募っていき、はい、増やしていくんですよ、店を。いや、それも本部と交渉して、ね、もう最後はその本部が折れて、もうじゃあまあ少しだけならいいよ、みたいな感じなんですけども、気がついたらもう超大型。もう全米中に広がっちゃってるんですよ、マクドナルドが。うわー。じゃ最初の理念とも、もう全然違うやり方のがもう広がってしまって。で、本部にダメだって言われたのに、うんうんうん、そのマックシェイクを粉に変えちゃったんですよ。いやー、粉っぽいですもんね。すごい粉っぽいなと思うんです。ごめんなさい、なんか。っていうか、もはや粉ですけど、うん、粉ですよね。だから結局最後どうなったかっていうと、うん、結局、その人が、マクドナルドを買収したんですよ。いやー。もう数で叶わなくなっちゃったんですよ。もう増えすぎちゃって。どうにも統制取れなくなって、でも俺に売れと。マクドナルド俺に売ってくれと言って、もうその兄弟は泣く泣く、そのマクドナルドを手放すことになるんですよ。だからね、これ、見た後味は、もう人生最高に悪い。ああ、本当に。悪い悪い。だこれ、何のために誰が得すんのかなという不思議な感覚ですよ。だからマクドナルドの悪口を言いたかったのか、な、本当ですね。誰が何のために作る、誰が得をするのか全く分からない。なんだろう、しかもあれはマクドナルドが許してるからああいう映画が作れるわけですよ。まあ、事実は分かったってことなんですよね。そうですね。だからマックがよく許したなという印象しかない映画なんですよ。まあすごい、まあなんともね、形容しがたい映画ですね、本当にね。で、まあ、結構僕見ましたけれども、はい、僕ね、あの、ベン・アフレックっていう俳優ご存知でしょうかね。うん、はい、僕ね、ベン・アフレックがすごい好きで、うん、で、彼の最新作もやってたんですよ。何ですかね。忘れました。ち
ょっと待って、まだこう、まだ日本で多分来てないと思いますね、うん、はい。で、僕ベンアフレック好きだから結構見てるんですけども、はい、この最新作もその前のコンサルタントも僕の中で一つも面白くなかったんですけれども、うん、まあベンアフレックぜひ見ていただきたい映画があるので、はい、まあそれを紹介しようかなと。僕ベンアフレックはね、日本だけすごくいい、はい、自分の好きな映画があってね、うん、あのザ・タウンっていう映画、うん、僕すごく好きなんですよ、はい、ザ・タウン、これねぜひ見ていただきたいですね。これは銀行強盗に扮するっていう話なんですけども、結構スリル満点なんですよ、はい、なのでねこれはね一本おすすめなのと、それともう一本あのアルゴっていう映画なんですよ。アルゴ、カタカナでアルゴ。この映画はね、僕はベン・アフレックの中でこう一番面白いなと思いますね。これは実際にあった話なんですよ、はい、実際にあった、うん、まあ、もうこれちょっと読んでみると、 CIA 最もありえない救出作戦、それは偽映画作戦だったというね。まあこれはどこの国だったか、まあどっかの国にイスラエルかなんかにね、うん、まあ、大使館に立てこもって、はい、でそこからアメリカに帰らなきゃいけないけども、うんうん、もう封鎖されてて帰れないっていうところを、はい、うん、まあ、CIA が入って、うん、もう特殊工作員が入っていって、はい、なんとかその国から脱出していくっていう話なんですけども、うんうん、僕ね、まあ、ベンハブレクの中で僕はこれ一番もう手に汗握る、はい、うん、もうこれはねぜひアマゾンプライムでただで見れるんでね、はい、もうこれはぜひ見ていただきたいなと思いますね、うん、はい。まあ今日はなんか取り留めのない話でですね、はい、まあ終わっていきまして、話したい話がいっぱいあったんですけども、うんうん、僕が一番話したかったのは、何ですか？そのインドで、はい、まあ辛い思いをしてきたけども、うん、まあインド何しに行ったかというと、その、うん、うちの、はい、医師屋さんで、扱う、こう、オリジナルの、ピアスとか、ネックレスとか、うん、はい、イヤリング、ピアス、うんうん、指輪か、リングですね。はい、うん、まあこれを、オリジナルのものを作るために、うん、はい、まあ、工場に行って、うん、注文してきたという話なんですよね、はい、うんうん、ですからもうぜひまた、まあ、続きはあれですよ、エツコセレクションで聞いてください。あ、そうです ね、まあ、またお薬の話とか、そう、なんか僕よく言われるんですよ本当ね、石の話を全然してないってね、うちのスタッフにいつも怒られるんですけれども、うんうん、はい、もっと石の話をね、ちょっと次回あたりはちょっと石の話をしたいなということでね、うん、はい、まあ、今週はこの辺で締めていきたいなと思いますけれども、はい、エツコさんどうだったでしょうか。なんかあっという間ですけど、私、まだ大丈夫です。オープニングが変わったので、あ、そうですね。いろいろなんか、そうなんですよ。ご感想いただいて皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、なんか大王がね、私の口癖の存じますを流行らせたいということで、そうですね、まあ、しつこいぐらいに存じますなんですけど、最高です。またでも変わりますね。はい、そうですね。またいい感じでね、変わりたいと思います。ということで、はい、今週はこの辺で終わりたいと思います、はい。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。